お口開けてください。口元美容香りです。いや今日は複雑な歯並びの方やねんけどな、歯並んでるとこから外に一本出てしもてんねん。何これって感じやねんけど、多分顎が小さくて生える場所がなくって、押し合いへし合いしながら生えてきて、あー生えるとこないわってほっぺたの方に一本生えてしもてんねんな。だから噛んでないねんやんか、一本で。噛んでる歯がやな、虫歯になってて、前の詰め物があんねんけど、もう黒周りからなってんのよ。だから詰め物取って虫歯の治療をしようって削ったんよね。ところがところが、前の詰め物取ってみたら、あー見て、前に入ってた白いプラスチックの詰め物削っていったら、実は歯がもう中虫歯でゴソゴソなって割れてて、パキンって半分なくなってしまいましたよね。
がっかりショックって感じ。だって外側に出っ張ってる歯噛んでへんしやな。弱い虫歯の歯が噛んでる歯やからめちゃくちゃ重要なんよね。そやのにもうごっそり泣かなくなって歯の中の神経まで見えてきてしまって、ああこのまま治療難しいっていうことでプラスチックをちょっと足して歯の壁を作りましたよ。神経の管を消毒していかなあかんからな。詰めてあった歯中がどうなってるか自分ではほんまに分かれへんから、レントゲン撮ってみたりとか歯医者さんで見てもらったりとかしやんと怖いでー。ちゃんと見てもうてやん。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。かおり先生の歯医者にも遊びに来てね。待ってます。ということで歯の相談とか歯医者さん行きたいわーなんていうご要望をいただいております。それでそれで公式 LINE っていうのをやってるんですよ。公式 LINE に登録してもらったら美しい歯を保つために綺麗な笑顔で一生過ごせるように、そんな願いを込めて私が監修した虫歯にならない歯磨き以外の方法をまとめたもの、それからそれから歯周病なってないかな。だってさ4人に3人は歯周病って言われてる時代やで。自分の歯周病大丈夫かなっていうチェックリストをプレゼントしてます。ほんでほんでほんでさらに歯医者さんまで来てくれたらオリジナルポーチに入ったセルフケアセット、こんなプレゼントも用意して待ってるからね。公式 LINE 登録お待ちしてます。